くて美味しい。ここのラテは特にクリーミーで好き。この店にはよく来るのか。どうかな。ここのお店ってできたのは割と最近なんですよ。だからいつもっていうほどの回数は来てないんですよね。そうなのか。いい店を見つけたんだな。ですね。まあ最初に入ったのは一番や足立さんたちと行ってみようぜみたいな軽いノリだったから、みんながいなかったら入ってなかったかも。私案外新しいお店入るの苦手で。そうか。まあ慣れた店の方が外れはないしな。だが仲間のおかげでいい発見もできる。おかげでこうしてサイコとうまいラテも飲めるわけだしな。そうですね。いつも私を連れ出してくれたのはみんなだったな。そうか。俺にも昔そうやって連れ回してくれる親友がいてな。思えばあいつのおかげで俺の世界は広がった。仲間のおかげで自分の世界ってのはいくらでも広がるんだ。大切にしねえとな。その人は…そうですね、大切って。うまい喫茶店の話から話題がそれちまったな、すまん。いえいえ、むしろ桐生さんの話もっと聞きたいって思っていたくらいなので。俺の話を。それじゃあ自己紹介でもするか。ここからこれからもみんなで歩くとしよう。謎かけを披露しよう。まあ今更自己紹介だし、謎かけを披露しようと。これからもみんなで歩くとしよう。面白そうな謎かけなんですけどね。まあこれからもみんなで歩くとしようかな。これからもみんなで歩くとしよう。今ここであれこれ話すのもいいが、街を歩いて見たものや感じたことを語るのが今の俺のお気に入りでな。最近外でみんなと話しながら歩くのが面白いってよく思うんだ。これまでは一人で突っ走ってばかりだったからかな。だからまた付き合ってもらえるか。もちろんです。私もおしゃべりしながら歩くの好きですから、またいろいろお話聞かせてください。あ、そうだ、せっかくだし一枚写真撮りません？おしゃれなカフェで撮ると映えますよ。別に構わないが、そういうのはラテを飲む前に撮るもんじゃねえのか。あ、まあ細かいことはいいじゃないですか。じゃあ撮りますね。ちょっと離れてる。いまいち映えてないけど、こういうのもいい記念かも。これからもみんなで街を歩いてお話ししたり写真撮ったりしましょうね。ああ、これからもよろしくな。よし、絆ビンゴ神にサイコとの